2002年の福岡大英ホークスでは、2002年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。2002年の福岡大英ホークスは、大貞治監督の8年目のシーズンである。リリーフをはじめ、投手陣の崩壊で3連覇を逃したチームは、大ハード打線の愛称の下、柴原博士から城島健次へと続く打線は、破壊力抜群で、投手陣でも、寺原隼人や杉内俊也が、 ドラフトで加入するなど、若手の成長が期待された。その一方で、親会社、大英の経営不振が1999年から、続き、コンビニエンスストアのローソンをはじめ百貨店のプランタン、銀座をこの年の1月に、読売新聞グループ本社と三越に売却し、また、不採算の外食事業は、ホルクスはじめ何社かを売却、ドムドムを除いて縮小。 中内元会長ら旧経営陣の責任を問う。当時の経営陣はホークスを有料企業に見えるが借金がひどいとして売却検討に着手し、身売り説もささやかれたが身売りに反対する、球団経営陣の反対によりこの年も大英が継続保有することになった。チームは親会社の混乱をよそに4月を主位で終える会長なスタートで5月中旬までは、 ペナントの主導権を握っていた。しかし、5月中旬の台湾開催をきっかけに、チームは失速。最終的には、近鉄との A クラス争いとなり、優勝の西部に16.5ゲーム差をつけられ、近鉄と同率の2位で終わった。シーズン終了後、西部と大英で22年間活躍した、秋山浩治が引退し、引退試合で両球団のナインから胴上げされた。 ありがとうございます。